中米のニカラグアが台湾との国交断絶を表明したことを受け、台北市にあるニカラグア大使館が閉鎖されました。断交的決定涉及到複雜的国際政治以及兩岸的情勢，但是我們都堅信，無論是外交施壓或者是文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由。中米のニカラグアが9日に台湾との断交を発表したことを受け、10日、台北市にある各国の大使館の事務所が入居するビルでは、ニカラグアの国旗が下ろされ、大使館が即日閉鎖されました。ニカラグアとの国交が断絶されたことで、台湾と外交関係を結んでいる国は14カ国に減りました。中米ではニカラグアの隣のホンジュラスも台湾との外交関係を見直す動きが出ていて、台湾は断交ドミノが続くことを懸念しています。